こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、ホットウィルスのプレミアムレスをバービーのミニカーを紹介したいと思います。はい、アリチンホットウィルプレミアム、はい、以前、マリオを紹介しました。いいですね、これお気に入りです。かわいい。おー、あとプレミアムじゃないけど、はい、モンスタートラックのバービーもあります。おー、これもお気に入りです。おー、キャンピングカーですね。おー、バービーと書いています。かわいいキャンピングカーのモンスタートラックです。はい、今回はじゃじゃーん、バービーです。ホットウィルプレミアムのバービーですね。おー、バービーと書いてあります。おー、いいですね。車体は、はい、フォックスワーゲンのワーゲンですね。いいですね。おー、なかなか、おー、いろんなものあるんですね。おー、いいですね。かわいいバービーと書いてありますね。上も後ろ。あー、ということで、はい。後ろはこうなってます。ホットウィルプレミアムのバービーです。おー、いいですね。じゃあ、はい、早速、下をこうなってます。はい、開けます。じゃあ、下から開きますね。はい、では取り出します。おー、はい。あー、ホットウィルプレミアムのバービーです。かわいい。はい、フォークスワーゲンですね。おー、クラシックのフォークスワーゲンです。いいですね。おー、上もこうなってます。はい、バービーと書いてますね。いいですね。おー、下中こうなってますね。おー、いろんな、これあの、あ、そこれなんだろうね、速度の、あ、はい、車かな。ちょっとよくわかんないけど。はい、おー、バービーです。いいですね。ホットウィルプレミアムです。おー、結構綺麗です。あバービーと書いてあります。あー、かわいい。かわいいキャ、あ、ミニカーですね。おー、おー、これ、はい。よくできてる。おー、塗装も綺麗です。あ、造形も。はい、総裁は合金ですね。ここ、うん。はい、金属です。結構重い、やや重いです。あー、とても綺麗な、あ、ミニカーです。あー、バービーでした。おー、これも同じですね。おー、バービーです。はい、おー、ということで、はい、ではじゃあ今から探偵ので展示します。ホットウィルプレミアムのバービーのミニカーです。おー、かわいいミニカーですね。車体はフォークスワーゲンのワゴンです。おー、これもなかなかいいですね。クラシックの車です。では今からプチジュラマで展示します。モンスタートラックのイベントのプチジュラマです。おー、今バービーがモンスタートラックイベントに出場してます。バービーのチームをモンスタートラックと、まあ、ミニカーのフォークスワーゲンが今来てます。いいですね。かわいいミニカーたちです。以上です。アリチンタイでした。今回はホットウィルのプレミアムのバービーミニカーを紹介しました。はい、じゃじゃーん。ホットウィルのプレミアムシリーズですね。おー、今回バービーです。いいですね。はい、じゃじゃーん。バービーのミニカーです。おー、
可愛いバービーと書いてありますね。バービーの笑顔も、横顔もシルエットがありますね。車体はですね、ドイツのフォルクスワーゲンのワゴンの車体です。今も清掃されてないですね。クラシックカーです。可愛い。いいですね。色合いがいいですね。造形も塗装も綺麗です。はい、後ろこうなってます。バービーと書いてありますね。とても可愛いミニカーです。下はこうなってます。いいですね。ある日他のバービーのモンスタートラックもあります。これでワンセットで他もあるといいですね。ということで、はい、では、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。